ハロー YouTube。 今日はですね、博多駅の都ホテルからお送りしております。今日の、ネタなんですけれども、セブンイレブンがピザの宅配事業に参入ということで、まあ、ネット上なり、株式市場なりいろいろ話題になっております。つい先日もですね、ミスタードーナツ等に対抗してドーナツ事業を始めましたけれども、惨敗して、撤退という形になっておりますが、このセブンイレブングループのですね、凄みというのはどこにあるかというと、まあ失敗しても何度でも挑戦をするということで、セブンイレブン、今ですね、今やもうコンビニ各社がですね、入れたてコーヒー、コーヒーマシンを導入して入れたてコーヒーを入れると。カップを、レジ横で、レジでですね、カップを販売してですね、まあ、今やもうね、アイスコーヒーとかですね、いろんなバージョンが、販売されるに至りましたが、これ、実は、セブンイレブン2回参入しようとして失敗してるんですね。だから3度目の正直でやっと成功したということで、まあ、失敗してもですね、チャレンジし続ける、そして業界に先駆けてですね、いろんな事業を試していくっていうのはこのセブンイレブンの強みなんじゃないかなと。そしてこの圧倒的な商品開発能力ですね、こちらの方、まあ、ピザーラとかですね、ドミノピザとかそういった宅配ピザ各社はですね、戦々恐々としていると思います。実はですね、ピザ、非常に粉物はだいたい利益率いいって言いますけれども、非常に利益率が高いです。デリバリーピザのですね、粗利率は、そうだな、もう 50% 余裕で超えてると思いますけれども、非常にですね、粗利率の高い商品。だから500円とかで、本当は販売しても、採算取れると思うんですけれども、儲けるためにですね、値段高めに設定していると。まあ、その、デリバリーだったりとか、マーケティングコストそれなりにかかるので、セブンイレブンが、この宅配ピザ事業に参入した一つのポイントは、そのピザのデリバリー事業そのものを、他社から奪っていく、その市場を奪っていくということも一つはあると思うんですけれども、セブンイレブンの宅配事業を本格化していこうという意図も見えるのではないかなと思います。特に地方で人材獲得しづらかったですけれども、外国人実習制度がですね、改定されて事実上移民を認めるような、できるだけ近隣諸国からですね、人材を取っていこうという政策に変わってきたので、地方でもそういったデリバリー用の人材が確保できるんではないかという目論みがあると思います。またですね、そういったところにはですね、以前はその運転免許を取るのがすごく難しかったんですが、いろいろな言語でですね、運転免許証を取れるようになって、制度改革されたので、外国人が日本に来てデリバリーを地方でやると、セブンイレブンの加盟店でそういったことをやるという人材の目処が立ってきたのではないかなと、そういうふうに思っております。つまり、ピザのデリバリーが目玉ではあるんですが、それ以外のセブンイレブンの各種商品も一緒に配達をすると。これは他の、ピザチェーンにはない強みとなっております。特にですね、高齢化が進みまして、わざコンビニに行くのすら難しいというような人たちが大量にこれから発生してきます。高齢者の事故、そういったものに対するですね、風当たりも強く、世間の風当たりも強くなってますので、まあそういったところも含めてですけれども、デリバリー事業そのものをですね、どんどん、開拓していこうと、その旗頭としてピザ宅配事業を、位置づけているのではないかと、そういうふうに思っております。先日もカナダの会社からですね、買収提案来ておりましたけれども、まあ、正直セブンイレブンの実力からするとですね、非常にディスカウントされた株価になっております。ということで、今日はセブンイレブンの宅配ピザ事業について解説しました。いってらっしゃい。